美しいとされる顔はとにかく顔の中の凹凸が少ない滑らかなカーブ作って、そのへこんだり膨らんだりこう山谷が少ない滑らかな輪郭を作るっていうのが美しいとされる輪郭です。で、まあ、年齢とともにその滑らかさってどんどん失われていくんですけど、原因はたるみ、本来あるべき脂肪がずるずるずると支える力が弱くなるんで落ちていっちゃうんで、脂肪がいなくなった部分はへこんでくるし、溜まってきたところは膨らむし、へこんで膨らんでっていうのがいっぱい増えてくるんですね。でそのポイントが一つはこのこめかみ、こめかみの脂肪が萎縮するとここがくぼんできて脂肪がこう落ちちゃう、目の幅がね、二重幅がちっちゃくなってきたり目が重たくなってくるのはそのせいですね。もう一個こう、このゴルゴラインってこの目の下のポイントですね、クマの延長線上にある溝ですけど、ここの脂肪が落ちていくとここに溝がゴルゴラインが入ってきて、ほうれい線の上に脂肪が増えてくるんで結果的にほうれい線も深く見えてくる。でこの外側はこの頬、ここの頬の滑稽の脂肪が落ちてきて、ここはへこんできてここは膨らんでくる。ここには靭帯があるのでこれ以上脂肪は落ちないですから、ここにどんどん溜まってきますね。なのでへこむへこむ膨らむへこむ膨らむへこむっていう風に凹凸が増えてきます。でそれを一番効率よく解決するのが糸リフトです。今落ちてきた脂肪を糸のトゲトゲ引っ掛けて脂肪の位置を元の位置まで戻すっていうのが糸リフト。さっきのゴルゴラインとここの頬の苔に関しては生え際のこの辺から糸を下に出て、ここの脂肪を引き上げて頬の苔まで持ってきます。ここの脂肪が元々の位置の苔を埋めれれば凹凸は取れる。同じように今度ここを中顔面って言ってここを上げます。そうするとこのほうれい線のかかってた脂肪がゴルゴラインに移動するのでここの凹凸も取れてくると。ほとんどそれだけで顔の凹凸は取れます。であと足りないところがヒアルロン酸で埋めていくんですけど、そのこめかみのへこみであったり、鼻翼基部って言いますけど鼻の脇のくぼみが強い人はそこをヒアルロン酸で埋めたり、ここが痩せてきてる人はこういうところをヒアルロン酸で埋めていったりします。